どうも皆さん、こんにちは。カツオキャンプのカツオです。今回新たに2つの焚き火台を購入しまして、先日キャンプへ行って火入れをしてきました。地面へのダメージや各種反射板との相性を検証したり、いくつかの料理を試してきましたので、その時の様子をお届けしたいと思います。それではどうぞ。ということで、まずこちらが1台目の焚き火台でございます。ウルフ&グリズリーのファイヤーセーフという名前の焚き火台でございます。この通りおしゃれなケースに入っておりまして、非常にコンパクトに収納されております。とてもシンプルな焚き火台で、パーツは2つだけで構成されています。1つ目はロストルで、こちら2つ目はそれを支える周りの板になります。素材はステンレスで、総重量は 1.1kg になります。収納サイズは非常にコンパクトなんですけども、重量はまあまあありますね。組み立ては非常に簡単で、周りの板をまず広げたところにロストルを上から立てて広げるだけと、非常に簡単な仕組みになっております。ロストルが非常に低い位置にありますので、下にスパッタシートは必ず敷きましょう。そしてもう1件はこちら、2件目はメイフォームと読むんですかね、よくわからないメーカーの焚き火台になります。五徳が2つと足のパーツ4つがメッシュシートでくるまれた状態で収納されております。素材は全てステンレスで、総重量は約 1kg になります。こちらブッシュクラフトさんから発売されておりますウルトラライトファイヤースタンドという商品に非常に似た商品になります。こちらメッシュの端にですね、棒が入ってまして、棒の端っこに切り欠きがあります。そこにこちら足のパーツを引っ掛けて、反対側も引っ掛けて入れると固定されるという、そういう仕組みになっております。こちら足をはめるのに多少力が必要でした。ちょっと固めですね。このように足を2つはめると、もう焚き火台として使える状態になります。剛性はそこそこあって、これだけでも十分使用可能かと思います。そこにさらにこのように上にも足のパーツをつけることで、この通り剛性が増しますと同時に、上に五徳が乗せられるようになります。五徳はこの通り横には滑り落ちない構造になっております。外観をチェックしていきましょう。こちらファイヤーセーフの方にはロストルに穴が開いてなくて吸気口がないんですね。サイドにはこのようにロゴが刻印されております。かっこいいんですよね。とてもシンプルな形状で、前から気になっていたんですけども、今回とあるお店でちょっと安く売られているのを発見してしまいまして、買ってしまいました。そしてこちらがですね、なんで買ったかというと、 Amazon で3000円ほどで買えるんですね。非常に安いなと思いまして、メッシュの焚き火台というのを一度使ってみたいなというのもありまして、また上の五徳がちょうどいいサイズでこれが欲しくてですね、五徳欲しさにちょっと買ってしまいました。今回、下にどのくらい熱の影響があるか何かを確認したいので、ベニヤ板を敷いて焦げるか焦げないか検証していただくと思います。ということで、今回現場でも結構喋ってまして、そちらの音声を極力使ってですね、必要なところだけアフレコで補足したいと思います。ちょっと長いを使います。では着火しています。はい、火がね、なかなか燃え盛らないんですよね。この秘密兵器で温度を測りたいと思います。燃えてるとこは500だな。こっちも、まあ、燃えてるとこは熱いです。では下の253度、
61度。市はやっぱ暑いんだ。ああ焦げてる、うん、もう下に出てる、押し込んでる、焼いていきたいと思います。3分半から4分30秒焼けないですね。90ぐらいある、はい、行きましょう。では、行ってらっしゃい。熱い、どう？おー、すごいすごい、めちゃくちゃいい匂い。おー、すごい、汚れるなこれ。熱々、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 やめます。うん、うまうまい、熱い、うん、うまい、うまい、このポテンシャルが半端ない、うん、めちゃくちゃうまいです。パン生地がもちもちで、程よい塩味で、小麦の香りがすごい高く、香り高く、生地がまずうまい、うん、あー、うまい、うん、熱い、え、まだ60度以上、66度あります。熱い、何やこれ、あ、うまい、ごちそうさまでした。1時間ほど燃焼させたんですけども、一つ分かったことは、2台同時にやると慌ただしいので、落ち着いて焚き火ができないということが分かりました。なので、これからこっちの残りの薪をこっちに移動して1台に集約しようと思います。すごい、どうした、絶対焦げてる、焦げてる、焦げてます、しっかり焦げてます、熱いっす、熱いですね。今まで弱い、これがなんか黒っぽいのが最初からそうだったか分かんないですけど、
まあ、ちょっと暑いです、ね、裏面も焦げるというか、分かりました。まあ、正直こっちが本命なんですよね。こっちはついでに買った感じがありまして、こっちが本命です。で、エウを使ってですね、お得を作ろうと思います。ブッシュクラフトさんの中空チタンごとくをロングです。しかもおいしい、ね、あいいじゃん。多いなこれ。あー、いい匂い。いや、2人前ですね。うまそうではある。さあ、もういいんじゃないかな。ワイン飲みましょう。あ、ミディアムボディ。うん。いただきます。すごいね。うん、うまい。え、うん、どうしたの、うまい。思いがけずうまいのね。めちゃくちゃうまい。できた。これはですね、うまいです。めちゃくちゃスパイシー。これはめちゃくちゃいい仕事してる。チリコン缶用調味料、クミンか。クミンとオレガノだ。あと唐辛子ね。ちょっと辛いですね。うん。うまい。ただ、多いです。一人前でないな、これ。
寒い時期にキャンプをする際に焚き火台の熱をより有効に利用して暖を取るためにウィンドスクリーンがとても有効だと思うんですけども、どのくらいの大きさのものを買うか非常に悩ましい問題がありまして、今回手持ちのものを3つ持ってきてますので、このウルフ&グリズリーの焚き火台にはどの大きさが相性が良いのか、それぞれ効果のほどを試してみたいと思います。まず最初にこちら高さ30センチのものを設置してみます。こちら素材は亜鉛メッキ鋼板で 1.2 キロとそこそこの重さがあるので、多少の風ではびくともしない感じの安心感があります。何もない時と比較すると暖かさが倍増しました。また炎の光を反射して周囲が少し明るくなりました。続きましてこちら高さ24センチのアルミ製のスクリーンです。重量は 270g と1つ目と比較してめちゃくちゃ軽いです。また幅は 84cm と1つ目と比較して3分の2程度の横幅になります。一応持ってきてみましたが、正直ちょっと小さいかなというサイズですね。アルミ製の商品はこのように焚き火台と合わせるのではなくて、卓上のバーナーとかと合わせて使うのが正しい使い方だと思います。ということでこちらの商品はしまいます。そして3点目、こちら亜鉛メッキ鋼板の高さ50センチのものになります。幅は1つ目と同じく120センチ。重量は 1450グラム あり、大きさと相まって結構多く感じます。1つ目よりも断然暖かくなりました。結構違いますね。ただそれと同時に目の前がだいぶ遮られてかなり圧迫感が出ました。いかがですか。この通り20センチしか違わないんですが、全然違いますよね。暖かさを取るか全体のバランスを取るか結構悩みますよね。天気が雨が降り始めてきました。なので焚き火をテント側に寄せてぎゅうぎゅうでやってます。リフレクターはやっぱりこの要塞的な感じの構造にするにはやっぱ高い方がいいですよね。圧倒的に煙がこっちに来なくなります。ただなんか外まで引きこもってる感があって、開放感がやっぱ欲しいかなっていうのもありつつ、難しいですね。バランスがね。今回お邪魔したキャンプ場はこちら、神奈川県相模原市にあります新戸キャンプ場でございます。こちらのキャンプ場はとにかく都内から近いのが特徴で、事前予約は受け付けておらず、当日現地で直接受付を行います。受付時間は平日は8時半から、土日祝日は10時からとなっております。週末は入り口手前での混雑が予想されます。ご注意ください。管理棟で受付を済ませて坂を降りると河原沿いにテントサイトが広がります。川まではすぐに降りれますので、夏は川遊びも楽しめます。テントサイトはすべて区画分けされています。区画の広さによっていくつかの分類があるので、利用の際はご注意ください。すべてのサイト内に車を止められます。料金は車1台500円、施設利用料は大人1人1500円で、ソロでのオートキャンプの場合合計2000円とお手頃。チェックアウト時間は通常10時の設定ですが、1000円追加で翌日の夕方までのレイトチェックアウトが可能です。アクセスが良く予約不要で価格もお手頃。思い立った時に気軽に行くことができて、目前に広がる川を眺めながらのんびり焚き火ができる素敵なキャンプ場でございます。
めっちゃ臭いな。いただきます。うまそうじゃん。うまいな。全部行きましょう。
ということで、こちらのウルフ&グリズリーのファイヤーセーフ、感想としては本当に直火感覚に限りなく近い焚き火台だと思います。ロストルが波打つ形状である点以外に燃焼効率を上げるための機構がなく、何より吸気口が設けられていないため、ちょっと時間が経つとすぐに炎がくすぶる印象です。その代わり置き火状態が長時間キープされるので、置き火調理が向いているのかもしれません。手間暇かけて炎と向き合うタイプの結構ストイックな焚き火台だと思いました。今度直火調理も試してみたいと思います。あと地面へのダメージが意外と少なそうなのは嬉しい誤算でした。一方、メッシュの焚き火台はめちゃくちゃ燃焼効率が良く、調子に乗って燃やしてるとあっという間に薪がなくなりそうな感じです。ピザを作ったようにメッシュ株でも調理ができるのは面白いですね。ただ地面へのダメージが気になるので対策はちゃんとしないといけません。今回は短時間の稼働だったので、またの機会にじっくりと向き合ってみたいと思います。こちらウルフ&グリズリーの焚き火台の下に敷いていたビニヤ板ですけども、焚き火台から薪がこぼれたっぽい焦げ跡はいくつかありますが、ロストルの低さによる焦げ跡は見られませんでした。メッシュの焚き火台と比較すると地面へのダメージは少なそうですよね。焦げ臭くもないし、臭くないですね。優秀じゃないですか。素晴らしいと思います。まあ汚れましたね。熱でヒンジが少し硬くなりましたが、まあ使用には問題ないですね。側板もまあまあ汚れました。こちらのヒンジは問題なかったみたいです。ウルフ&グリズリーのファイヤーセーフ、総じていい焚き火台だと思いました。ということで今回の動画は以上となります。今回のキャンプは荷物の軽量化は一旦忘れて焚き火台に焦点を絞ってお届けしました。いかがでしたでしょうか。